今日もですね、YouTube の読者さんよりご質問をいただいております。新品の板を買ったら、旬ラップをしないですぐに使っても良いのでしょうか。正直、自覚度はこうアイスバーン以外だとあまり違いがわからないので、旬ラップってどうなんだろうと思ってます。ということですので、こちらについてご意見よろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。基本の本当に悪説であればそれほど変わりはないと思いますが、新品の板って結構粗い、下層面にしても粗いものが多く、要は粗いっていうことはその整ってないものが多く、エッジも機械で仕上げてあるので、まあ、どちらかというとその、まあ、フラットに近かったりエッジが高かったりするものもあるので、エッジが高いってのは層より若干高かったり、まあ、あとフラットであったりという、それは当然傾けようとしたらすぐに引っかかってしまうので、例えばアクセスアイスバーンじゃなくてアクセスであればこう埋まっていくっていう、こう沈んでいくっていうことになるので、まあどちらかというとそのエッジは滑走面より落ちてた方がいいと、まあビベルですよね、多少落ちてた方がいい、もしくはその今のサイドはアイスバーンも想定して角度が90度よりも内側に入った方がいいという、まあそういうことはやればですね、安定した雪だけじゃなく、どちらかというとそのザラメ雪とか悪雪でも板がこうコントロールしやすいとは思います。まあこう潜っていかないと、新雪とか悪雪で、まあそういうことを考えるとそれはチューンアップした方が走ると思いますね、乗りやすいと思います。正直結構新品の板そのまま使っちゃってる人がいて、多分違い自体が分かってないみたいな人が多そうな気がします。はいはい、もうまだそれが大半だと思います。チューンアップしてやっとこう何まあカルチャーショックとまではいかないですけど、違いが分かるっていうのはあると思います。滑りやすいっていうのは、当然スキーもスノーボードもそうですけど、走らなければうまくなりませんので、走る板を作って当然シーズン迎えられた方がいいと思います。まあ、より新品だとね、気持ちもこもっていいシーズンにしたいなってところあるんでね。そうですね、やってもらった方が良さそうです。それはプレチューンした方がいいと思います。はい、シーズン楽しむならプレチューンする。そうです。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。お願いします。いつも YouTube チャンネル見ていただきましてありがとうございます。皆さんの中でそのスノーボードスキーの板で、まあ、維持の仕方、メンテナンスの仕方で、分からないことがありましたら、YouTube チャンネルのコメント欄の方にですね、どんどん質問の方をよろしくお願いします。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。滑り方で聞きたいこと、道具の選び方で聞きたいこと、道具のメンテナンス方法で聞きたいこと、体作りで聞きたいことなど、何でもお気軽にどしどしご質問ください。YouTube のコメント欄にご入力お願いいたします。随時動画やコメントで回答させていただきます。今後も定期的に動画をアップしていくので、ぜひチャンネル登録を必ずお願いします。